にちは、新州読書会の宮沢です。今日も関東の純粋理性批判の続きの解説をしていきます。先に告知です。メルマガ登録募集してます。よろしければ説明欄、動画の下の説明欄のところからご登録いただけますので、ご登録ください。ノートというサイトでコンテンツ販売してます。メルマガでも販売してるんですけども、そちらの方はクレジットで決済できますんで、ご興味ある方はご覧ください。チャンネル登録、グッドボタン、よければお願いします。Amazon、楽天のリンク貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入ります。増税前のお買い物ありましたら、ご協力ください。では今日は63ページから続きを読んでいきます。しかし我々として経験の領域を立ち去るや否や、素性のわからない認識を材料とし、起源の不明な原則をそのまま信用し、綿密な研究によって建物の基礎を確かめもせず、すぐさま建築に取り掛かるよりも、まずその前に一体五性はどうしてかかるアプリよりな認識を得るに至ったか、またこのような認識はどのような範囲、妥当性及び価値を持つのだろうかという問いを提出する方がよっぽど自然的であるように思われる。もしこの自然的という言葉を正当かつ理性的な仕方で行われるべきことと解するならば、実際これより自然的なことはないということです。前回お話ししたのは、純粋理性にとって避けることのできない課題は神、自由および不死であると。そしてそれらの課題の解決を究極的な目的とし、一切の準備を挙げてもっぱらこの意図をの達成を期する本来の学が形而上学というということです。純粋認識と経験認識が分かれてるって話をしました。で、人間はほぼ経験認識しか使ってないんですけど、日常生活で。で、経験認識の中でだけ生きていることができれば、猿山の猿みたいなもんで、経験に従って生きるんですけども、人間は理性がありまして、経験の領域を立ち去ってですね、アプリよりな認識ですね。一切の可能的経験を超越した領域に入っていくと。で、その可能的経験を超越したものっていうのは、神とか、魂の不死とか、自由の問題ですね。神とか魂の不死とか自由の問題は経験できないんですよ。神に会った、会ったことがある人はいるかもしれない。神や仏に会ったことがある人はいるかもしれないけど、ほとんどの人は見たことがないと。自由っていうのも、人間が空間と時間に縛られている以上、本当の意味での自由ですね。神が自由だとしたら、あらゆる時間にあまねく存在できると。どこにでも世界中の自分の好きなところに行けると。タイムマシンとどこでもドアが一緒になってる状態だと。それは人間はできないですよね。でも、時間と空間という条件を外れれば、存在できると。そもそも神とか仏っていうのは時間とか空間を超えてんだから、あらゆる時間、あらゆる場所に存在できるっていう前提が、前提があるとすれば、その前提は人間においては考えられない前提ですね。あらゆる場所、あらゆる時間に現れることをできる人なんていない、いないんですから。経験的には自分が経験できないことです。少なくとも自分はそうではないんだったら、自分においてはあらゆる時間、あらゆる空間に、存在することができないと。魂の不死もそうですね。来世生まれ変わるかどうかって経験してみなきゃ分かんないことだけど、今生きてる時点では経験できないんですから、死んでみりゃ分かるでしょうけども、死んだら認識も何もへったくれもなくなっちゃう、意識がなくなっちゃうんですから、経験できないんですね。魂の死ってね。だけどなんでこの神とか自由とか魂の死を人間が考えるとかと。で、なおかつそういう経験の領域を立ち去るや否や、素性のわからない認識を材料として、起源の不明な原則をそのまま信用し、
綿密な研究によって建物の規制を確かめもせずすぐさま、やる人がいるってことですね。これ皮肉で言ってんですね、おそらくね。急にスピリチュアルにはまると、経験できないようなこと言い出すわけですね。人は何度も生まれ変わって魂を磨いてステージが上がっていくみたいなことですね。その人は経験しちゃってんならいいですよ、もう。美輪さんみたいに天草四郎時貞だったとかね。生まれ変わって今宮脇浩なんだとかいう場合もあるでしょうけども、多くの人はそんな前世の記憶なんか持ってないですし、自分が生まれ変わってきての、ね、三代目です。三代目 JSOULBROTHERS ですじゃあるまいし、なんだろう、三代目、四代目の私なんですとか言ったって、まあ、こいつ頭湧いてんなって思われるだけですけどね。だから、まあそういうことを思ってても口に出すと、口に出さないことになってますね。まあダライ・ラマとかね、何回も生まれ変わってるわけですね。輪廻転生を繰り返して、いるってことになってますけども。まあある種の宗教はそういう輪廻とか、まあ言うわけですよ。だけどまあ、なぜそれを言うかってことですね。なぜ宗教の領域においては、この経験できないことがあたかも、あるかのように言われるかと。なおかつ、オウム真理教みたいに素性のわからない認識とか、不明な原則そのまま使って、まあ、いろいろなカルト宗教、カルト団体の、なんかエッセンスみたいなものをぶち込んで、自分たちの教義作ってると。仏教やヒンズー教のなんかいろいろな、なんか、ね、要素を入れて、なおかつ、白い、なんか、白装束着て、象のぬいぐるみをかぶって踊るみたいなね。どっから持ってきたんだって、どっから持ってきた世界観だっていう寄せ集めをやるわけじゃないですか。やってたわけですよね、オウム真理教って。まあ、その前段階から、そのサブカルチャーっていうのはね、あって、まあ、サブカルチャーってのは何であるのかっていうと、まあ、なんだ、労働運動、学生運動に挫折した人たちが、ファンタジーの中で革命を続けるみたいなもんだと思いますけども、ああいうのもまあ、いろんなね、ガンダムとかね、寄せ集めですよね、ガンダムのその、モビルスーツとかね、とか SF から取ってきたんでしょうけど、木馬とかいうわけですね、ホワイトベースのこと。トロイの木馬から取ってんですね、あれね。なんかその、よくわかんねえ家族主義とか、キャラクターの名前もなんか寄せ集めで、ああいう寄せ集めで何があたかもそういう世界観が実在するかのように、ファンタジーを描いてると。で、ああいうものが前提にあって、あれが現実に持ち込まれると経験できないことが、宗教としてハルマゲドンが来て絶滅するから、出家した者だけが救われるみたいな、なんか終末思想みたいなのが、90年代。まあね、80年代ぐらいからいろんなところで出てきて、まあ、その最大のものが、まあ、オウム真理教だったと。で、よくよく考えると経験の領域を立ち去ってしまうと、出家するって経験の領域を立ち去ることだと、世間ともう関係持たないで、まあ、出家した信者たちが地下鉄に鎖を巻くと、世間を攻撃してくるということがありました。で、なぜああいう人たちが出てくるのかって問題ですね。経験の領域を立ち去るわけですよ。まあ日本では世間と呼ばれるものですね。あるいはまあ社会秩序ってものを立ち去って、自分たちが作り出した、まあ、世界観。一応でも科学的なんですよ。サリンとか作れるほどの近代科学の、知識は持ってる人たちが、まあ、数学やら物理やら科学やらできる人たちがオウム真理教に入っていったと。高学歴の人は。で、全く経験できないスピリチュアルなものを、まあ、オウム的霊性を麻原彰晃というね、教祖に見て出家していくと。なぜああいうことが起こるのかって問題ですね。この問題を かなりカントは説明してますよ。私も読んでみたら。で、なぜこういうことになってしまうのかってことですね。で、そもそも一体五性はどうしてかかるアプリよりな認識を得るに至ったのかと。で、またこのような認識はどのような範囲、妥当性及び価値を持つのだろうかっていうことを言った方がいいと。まあ五性っていうのは、その
英語で言うとアンダースタンディングです。まあ物事を理解する能力ですね。感じたことを、理解する、その過程、あのこの後出てくるんですけども、カテゴリーっていうのがあるんですね。物事を分類して、まあ、概念を分析するっていうか、まあ、直感したものをこうなんか判断して分析していくっていう、そのための能力があるわけですね。それはその数を数えるとか、量を測るとか、関係性をとか、まあ、変化の様態を見るとか、そういう形で、直感したものをこう概念化して分析していくっていう能力がある。これはまあ五性っていうんですね。で、五性っていうのは、まあアプリよりな認識を持ってるわけですよ。経験できないことも一応五性っていう、処理できるわけですね。その五性が処理してる経験できないものが、なおかつ、神とか自由とか不死っていう問題に経験できないものにまで拡張されるわけですね。経験できる範囲のことで使ってた、まあ OS で、OS みたいなもんですよ。合成って OS ですね。パソコンにその Windows とかオペレーションシステム入ってますね。そのオペレーションシステムが、そのパソコンのディスプレイに表現できないものまで扱うようになると。そういう能力が、パソコン上にはないですよ。パソコン上は全てバーチャルですけども、パソコンのディスプレイの向こう側っていうのはバーチャルですよ。それは、いかにその映像が映ってたとしても、それは映像なわけですよね。複製ですよ。本当の、目の前に繰り広げられてる何かではなくて、一回電子情報に変えて、ディスプレイに表されてるものですよね。ということは、電子情報に変えるっていう一手間がかかってると。それを五性だとすれば、現実世界が直感できる感性の問題としたら、全部電気信号に変えて、二次元のディスプレイに、複製していくのが五性の力ですね。だけど、五性は五性で、アプリよりは認識あると。その、二次元に変えられた、電子情報をもとに逆に世界を理解していくっていうか、経験できないことまでアプローチして理解しようとすることを人間はやるってことですね。それはネット右翼とかそうですよね。ネット右翼でもまあインターネット上の宗教でもそうかもしれないけど、ずっと同じような動画、極右動画とか見てると右翼になるわけですよ。お年寄りがやることなくてずっと見てると右翼的な人がどんどん芽生えてくるっていうか、あるいはその陰謀論もそうですね。ずっと動画見てると陰謀論に頭やられるわけですよ。ありもしないことを信じるようになると。ありって言うと経験できないことを信じられるようになるわけですね。で、なんでそういうことが起こるのかと。例えば 3.11 は人工地震だったって言うんですよ。言ってる人がいるんですよ。ね、人工地震。まあ普通に考えれば、大きな地震が起こる前にいくつか余震がずっと続いてたと。じゃあ余震の方も人工地震でコントロールしてたのかっていう問題が出てくると、非常に複雑な問題が出てくるんですけども、なんか例えば人工地震だって言ってんだ、まあどういう兵器を使ってんだか知らないですけど、一発、なんかね、核爆弾的なものを海の地中深くで爆発させてなってんだったら、その前の余震は何だったんだって話になりますね。あるいはそのなんか、ハープだかなんだかよくわかんないですけど、環境兵器があるんだったら、それはなんか余震を起こして、その後ね、地震が終わった後にも余震が起こってたわけですよね。そういうものまで全部コントロールできる科学能力があるのかって問題なんですけども、まあでもそんなことを科学的に考えない人は、人工地震だって言われば人工地震兵器があって、それで人工地震なんだと。あとは、それを正当化する材料をどんどん素性のわからない認識と材料を集めてきてですよ。科学的じゃない処方によって研究して、どんどん自分のその陰謀論を強化していくことだけ、まあ説明しますよ。まあ QAnonとかいうのもそうですね、アメリカのね。トランプは救世主だみたいな。ディープステートと戦ってるっていうね。
そんな物語ってのはいくらでも材料ありますからね。どん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 自己正当化できるわけですよ。強化できると。で、反証を上げても聞く耳持たない人たちだから。まあ、ネット教育もそうですよ。歴史認識において、なんか非常に偏ってて、違う証拠を出したって、まあ、聞く耳持たないわけですよ。もう、ほぼ。だから議論にならなくて、で、その人たちはその人たちで取り憑かれたように自分に都合のいい材料だけ探しますから、どん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 凝り固まっていくと。で、ネットっていうのは、ネット以前はそんなにまあ、マスメディアがそういうことをやってたかもしれないですけども、ネットになってからは、よりその、人を、ある思い込みの中に生きさせるっていう力が、まあ、圧倒的に拡大してったっていうか、人は、まあ、エコーチェンバーって言葉ありますね。まあ、ハロー効果でもエコーチェンバーでもいいんですけど、自分に都合のいい情報だけ集めて、信じる態度っていうのは出てきちゃうと。そうすると宗教とか政治思想、偏った政治思想に、どん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 のめり込んで、行ってしまうと。で、なんで、そういうことになるのかってことですね。一体個性はどうしてかかるアプリよりな認識を得るに至ったか。経験しないことでも本気でなぜ信じるようになるのかと。自分の都合のいい材料だけどんどん集めて、思い込みを強化していくのはなぜなのかと。それは、経験、可能的経験の領域として単なる概念によって、自分に対応する対象が経験において全く与えられないような概念によって我々の判断の範囲の経験の範囲を経験の一切の限界を超えて拡張するように見えるって、これ62ページに書いてありますけど、どん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 思い込みの中で自分が経験してないことの外側にまで、判断を拡張していくと。なぜそういうことをやるのかってことですね。それはなんか人間にアプリよりの認識能力があるからですね。ということです。で、アプリよりな認識能力を説明するとなると、まあ、この後説明される三角形の話があるんですね。カントは結構例えを出すんですけども、三角形は三つの核を持つと。三角形は三つの核を持つっていうのはアプリよりな認識があるっていうんですね。で、三つの核を持つものは三角形だと。だけど、カントが言うには、三角形ってものは前提としてあるならばですよ。三つの角を持つものは三角形ですよね。三角形は三つの角を持つと。だけど三角形ってものは存在するって前提の中に我々生きてると。数学的認識ってのは、ある一つの前提があるわけですよ。これを主語と述語の問題としてこの後説明していくんですけれども、その説明はあと3回後ぐらいの音声ですると思うんで、まあ、実は、その学校で習う数学的なアプリよりな認識。普遍的で必然的なものですね。アプリよりってのは普遍的。世界どこあまねく普遍的で必然的だと。三つの角を持つのが三角形だと。まあ、三角形は三つの角を持つと。これは必然的で普遍的なんですよ。経験したことなくてもそういうもんだってことですね。だけど、経験したことなくてもそういうもんだってアプリよりな認識であるんですけど、一つ前提となっているのは三角形ってものが存在するっていう前提があると。そこから導かれてる三つの核を持つという判断なわけですね、これね。で、QA 論が存在すると。QA 論って知らない人はあれ、ネットで調べてもらえればいいんですけど、アメリカのディープステートっていうね、なんか、影のその支配者たちと戦ってるサイトなんですね。サイトって人々が。ディープステートが存在するなら、QA のも存在しますよ。三角形が存在するなら、三角形は三つの角を持つっていうのと一緒で、ディープステートが存在するなら、QA のも存在するんですね。で、これは非常に重要な問題なんですけど、これ。あんまり笑ってんけど、QA のを信じてる。私も危うく信じそうになったんですよ。ネットで、アメリカでね、QA のメンバーっていうか、分析してるおじさんがいて、お医者さんなんですよ。でずっと QA の話してんですよ。で、こう、ちゃんとしたおじさんなんですよ。職業も持ってね。まあ、お医者さんですからね、一応ね。で、見ててね、ずっとなんか、この、
QAノンの活動の報告してんですよ。ねえ、へえ、そうなんだと思って、しばらくウォッチしてたんですけど、そのおじさんの言ってることは1ヶ月当たらないんですよね。この日に何か起こるとか、こういう動きがあったとか、トランプはヒラリーを逮捕するだろうとか、もうすでに FBI が動いてるとか、いろいろ言って、半年前ぐらいに見てたら言ってたんですよ、そのおじさんが。で、すごい再生回数上がってて、もう、グッドボタンもいっぱい押されてて、いや、本当なのかなと思って見てたんですよ。だけど、まあ、どんどん外れていくわけですよ。で、外れていくけど、そのディープステートの、その、まあ、犯行っていうかね、巻き返しがあったんだみたいなね、まあ、言い訳まではしてないですけど、そんなような感じで、なんか、言ってること全然当たってないわけですよ。でも、最も確からしい情報は出してくるんだけど、あまね、なんかそんなに当たってないってことはだんだん見てると分かってくると。で、言いくるべ、奇弁ですよね。ある種の奇弁ですよ。まあ、本人がそれを本気で信じてるはそうなんでしょうけども、それはずっと、単なる奇弁をずっと垂れ流してるだけなんですけども、でも、みんなそういうふうに信じちゃうと。三角形があるっていう前提のもとでは、3つの角があるのは三角形だと。3つの角があるものをどんどん探して、これも三角形だ、これも三角形だっていうわけですよ。いや、ディープステートだって、ディープステートが存在するってはね、ディープステートの証拠をみんな集めてくるわけですよ。3つの角のある三角形みたいな。だから存在してなきゃ3つの角があろうが何だろうが三角形じゃないんですね。だから人間ってのは必ず、アプリよりな認識においてはですよ、経験できない認識においては非常に、まあ、前提があるわけですよ。その前提自身疑っていくってことは、まあ、疑っていくっていうのことをやるのが、まあ、分析的判断というわけですね。総合的判断というのは何かこう前提としたものがあって、どんどんプラスして拡張していくのが総合的判断だっていうんですよ。その分析的判断と総合的な判断というのはこの後に私詳しくこれから説明するんで、ただ総合的判断って人間が生きてる中でやってる判断力の問題っていうのは、ほぼ三角形があるところに3つの角があるものは三角形だって、どんどん、あるいは3つの辺が等しくてね、そうすると二等辺三角形だと、3つの辺がみんな長さ同じだと正三角形だとか、三角形の条件どん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 足していくわけですね。でも三角形が存在するって平面があってね、直線と点があってなんか三角形はできるんでしょうけども、その平面すらないって話になればですよ、三角形なんか存在しないんですよ。だけども人間ってのは必ず三角形が存在するっていう、それは時間と空間があるとかね、そういうなんかアプリよりな前提条件があって、その中でしか物事処理できないですから、必ず、まあ、経験の中ではその、見たもの感じたものだけの世界で判断下してんですけども、数学的認識とか物理的認識っていうのは経験したことないものでも条件付けしてどん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 語性を拡張して、新たな判断を加えていくわけですよ。それがその可能的経験の領域を捨てて、我々の判断の範囲を経験の一切の限界を超えて拡張すると。経験できないことまでどん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 説明していくっていう運動になると。で、その最たるものは数学ですね。数学っていうのは経験で複素数平面とかありますよね。なんか高校で習いますよね。あんなもんな、経験できないのにある虚数とかですよね。経験できなくてもあるっていう数字が出てきちゃうと。それはどん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 数学的理論はその複素数平面なりなんかそういう虚数なりっていうのはアプリよりな認識だけでどん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 拡張できちゃうんですね。で、拡張したものがさらに現実に存在するような錯覚が出てきちゃうと。で、そういうことをしてしまう認識能力があって、この認識能力ですね、経験領域の拡張は、まあ、アプリよりの認識ができるっていうところから由来するんですけども、これがどのような範囲妥当性価値を持つのだろうかという問いを提出するが自然的だと。
なぜそういうことを人間は考えちゃうんだろうと。なぜ数学を乱用して現実にないことをどんどん数学的体系として作っていくのかと。これを考えるのがいいと。考えてみようっていうんですね。で続きです。もしこの自然的という言葉を正当でかつ理性的な仕方で行われるべきことと解するならば、実際これより自然的なことはない。しかしまたこの言葉を普通一般に行われていることと解するならば、かかる批判的研究が長いこと放置されざるを得なかった事情にも増して、自然的でかつ明白なことはない。というのは、かかるアプリよりな認識の一部をなすところの数学的認識は、昔からその確実性を信頼されているので、これとは全く性質を異にする他の認識までが、それによって自分に都合のいいことを期待しているからであるということです。数学の認識ですね、アプリよりな認識、数学ってのは必然性と厳密性、厳密な普遍性があるんですよ。これはすごい信頼されてきた。古代ギリシアの頃から幾何学っていうのはすごいいい学問だと思われてたと。ね。で、まあ、ユークリッド幾何学みたいなもんですね。たくさん条件つけりゃ図形のいろいろなことがわかると。これは建築とかね、なんかいろんなことに応用されて、人間が生きていく、合理的に生きていく上ですごい力を発揮したわけですね。まあ建築でも政治思想で、まあ、ガバナンスっていうかね、建築っていうか都市設計とか、まあ戦争とかね、なんかいろんなことに役立つわけですよ、幾何学をね、図面引くっていうのは。で、あとはその論理ですよね。まあ、そういうものにも論理的思考に幾何学が非常に寄与してきたと。でそのアプリよりな認識の一部をなすところの数学的認識は、昔からそれはすごい信頼されてきたってことですね。でそれが信頼されてきたから、 ある種の数学的な操作を使えばみんなこれ科学的に正しいんだと、人間が信じるようになったと。統計学とかそうですよね。統計学の前提となっている情報の集め方は、全ての情報を集められるわけじゃないですよね。一部の情報で統計でこういう結果だっていうのを出すんでしょうけども、データを、世界中のデータを集めるってことは不可能な以上は、本当に正確な統計っていうのは出てこないはずなんですよ。だから統計っていうのはいくらでもいじれるっていうか、サンプルの集め方次第によっては自分の出したい答えが出せるっていうか、世論調査も一緒ですよ。質問の仕方で答えの出方が違うから、欲しい答えを出すためだったら欲しい質問の仕方すればいいわけですね。で数学的認識っていうのも、三角形が前提にされているから3つの角があるのは三角形だって言えるわけで、前提とされているものがあって数学が力を持つと。で数学の前提としているものって、宗教とかね、政治思想と違って確実性が非常に担保されているわけですね。その前提性に、そのイデオロギー的な変更がないですから。だからみんなこれ数学的認識を乱用するというか、拡張して物事を、まあ例えばその幾何学の考えを、まあ建築なり政治思想なりに応用するってなれば、応用すれば、それはある程度はその合理的に物事をできるから結果は出ますよ。ある種の統計がすごいお金になるのと一緒ですよね。だけども、それは実はそんなことをやりつつ現実を歪めていくことになるわけですね。現実の数学に合わせるってことになると、いうことになる。逆を言えば、統計が利用されれば人間の生活を統計に合わせるようになるという逆転劇が起こりますよね。あるいは宗教だって、アルマゲドンが起こるって言ってしまえば、それに合わせた宗教になっちゃいますよね。ほぼ心理教なんかそうですね。終末思想っていうのは、まあ、終末自分たちを起こさなきゃいけなくなるわけですね。起こんなくなったら、だって信者が起こるからですよ。信者が離れていくから、終末思想行ったら、自分で地下鉄にさらに巻かなきゃいけないみたいになってくるわけですね。で、数学的なアプリよりな認識もあんまり拡張されると、数学に合わせて人間が生きなきゃいけなくなると。
全然、まあ、複素数平面なんで存在しないけど、そっちに合わせて生きろみたいに言われちゃうと。あ、音やった。1984年の世界になっちゃうわけですね。なんか作られた政治思想に人間合わせて生きていくと。人間が自由で握られるための、ガバナンスではなくなるわけですよ。統治を維持していくための、に人間がいるみたいなね。国民を保護するために政府があるんじゃなくて、政府を存続させるために国民がいるみたいになっちゃうわけですね。そうすると、逆転現象が起こるんですよ。でも人間でやってるうちにどんどん その逆転現象が起こっていくわけですよ。なぜかっていうと、その経験的な範囲を超えたアプリよりの認識を乱用して、乱用し出すからね、そうですね。で、なぜ乱用するかという、その続きですね。その上、一旦経験の範囲を出てしまえば、もう経験によって反駁される恐れがない。また、我々の認識を拡張するしようとする魅力は極めて大きいので、明白な矛盾に出会いさえしなければ我々の行く手を阻むものはありえない。そして矛盾というものは、経験を超えた認識の拡張を慎重にこしらえ上げれば何とか避けられ得るものなのであるってことです。一回経験の範囲から出て 数学の認識の方に人間を合わせろってなると、もう経験によって反駁されることないわけですよ。だって3つの角がない三角形見つけましたなんて誰か言うわけないんですから、三角形っていうものが前提になってる以上は。ね、ディープステートがあるって言ってる以上は QA のは活動してきますよ、ずっと。だってディープステートっていう前提にの範囲を超える活動じゃないんですからね。まあ、なんか、ある種の反体制運動も永遠に反体制じゃなきゃいけないわけですね。体制がなくなれば自分たちも反体制じゃないんですからね。ってなると、反体制運動っていうのは大体体制に取り込まれていく運命にあるってことですよね。で、一旦経験の範囲を出てしまえば経験によって反駁される恐れがないと。一旦もう荒唐無稽な話しだして、地球に隕石が落ちてアルマゲドンが起こるとか言ってしまえば、反駁されようがないわけですよ。だって、その経験できる範囲外ですね。地球温暖化で、みんな死ぬっていう考え方もそうですよ。もう経験の範囲外に出ちゃってるんですからね。なんか地球上の氷が全部溶けてね、なんか二酸化炭素が増えて、なんかまあみんな死ぬとか、なんかまあそう、数学的アプリよりの認識の乱用ですけども、まあある程度は統計でそれは確かに温暖化してんだと思いますよ。でも、その温暖化してるって統計を経験の範囲外まで持ってって、みんな滅びちゃうと、子供の未来奪ってるみたいなことを言って、グレタちゃんみたいに言ってしまえば、もうこれは反駁されようはないんですよ。経験の範囲超えちゃってるから。だけど、そうやって経験の範囲を超えてアプリよりの認識を拡張して振りますっていう魅力が極めて大きいと。だってその人は正しいですからね、永遠に。明白な矛盾も提出されないですから。まあ温暖化問題はそうですね。温暖化してる、してないっていう反駁を経験的に出したってあんまりね、効かないんですよ、それが。明白な矛盾を出すのは難しいと思いますよ、その温暖化に関しては。で、その温暖化やってる環境保護を訴える人たちの、まあ、認識の拡張っていうのは強烈な魅力があって力があるから、みんな反駁できないと。で、絶対間違ってるだろうって矛盾を出しづらいってことですよ。で、さらに矛盾というものは、経験を超えた認識の拡張を慎重にこしらえ上げれば何とか避けられると。環境保護のイデオロギーっていうのは、慎重にこしらえ上げれば、いかなる矛盾の提出も、まあ、避けられると。いくら反駁していこうとしても、逆に反撃できるっていうか、精緻な理論が作れるんだと思いますよ。一つの神学ですからね。まあ、宗教とか政治思想に力がなくなって、環境保護になぜ今力があるのかっていうと、環境保護っていうのは一つのアプリよりの認識のもと、科学のもとやってますよね。数学的認識ですよ、あれ。アプリよりの認識を振り回して、絶対、まあ、矛盾が提出されても反駁できるだけの、証拠を揃えてて、まあ、それは統計学とかですよ。その統計学だって、まあ、ある種経験以上のことを、
まあ、経験上全部のデータを取れないのに行ってくるわけですね。全部のデータ取れねえじゃねえかって言っても、あなたでも毎年暑くなってると思いませんかと、住みづらくなってますよと、どんどん野生の動物が絶滅してますよって言われちゃえば、もうこれ反駁のしようがないんですよね。正しいこという環境保護に頭のやられた人たちに対しても、反駁なんかできないんですよ。で、正しいとしか言いようがないんですよ。で、さらにそういうこと言い募ることにすごい魅力があるし、おしゃれな環境保護デモとかやられちゃうと、みんな若者、そこに参加したくなるっていうか、意識高い人たちはみんなそう、なんかね、そういうとこに、参加してこう、気持ちよくなっちゃうわけですよね。グレタ・トゥンベリちゃんだって、まあ、偉いわけですよ、もう。反駁のしようがないわけですよ。あんなに世界の危機を訴える女の子もいないわけですよ。ね。で、もう、そんなもん叩けばもう、逆に叩いてる人たちが、ファシスト扱いされるっていうかね。なんか、科学者が矛盾を提出したと思ってももう、まあ、聞く意味もないわけですよ。そんな御用学者のくせしみたいなこと言われて。大企業から金もらってんだとか言われちゃうんで。で、そういうことが起こると。で、古来、数学的、アプリよりな認識っていうのは、非常に確実性を信頼されて、魅力的で、それが、まあ、いかなる矛盾にあっても、自分たちの新たな証拠で粉砕してくるから、すごい力強いと。まあ、近代科学もそうだと思いますけども、原発もそうですね。原発っていうのは、まあ、魅力的なもんだったわけですよ。クリーンエネルギーで、エネルギーの平和利用だった。で、それを経験の超えた、まあ、いくら危険だって言ってもね、津波が来たらどうすんだとか言ったって、でも聞く耳持たないわけですよ。で、どんどん、矛盾を粉砕して開発されていくと。まあ、環境保護も訴えられるし、原発もどんどん建てられていったと。で、そういうことが起こると。いうことです。で、続きです。しかし、そうしたからとて、こしらえ物は依然としてこしらえ物であることには変わりがない。数学は我々が経験に関わりなくアプリよりな認識をどこまで進めるかということの立派な実例を示すものであるということです。まあ、いいこと書いてありますね。数学は経験に関わりなくアプリよりな認識をどこまで進められるかという立派な実例だと。まあ、理系な人は数学できなきゃなんだっていうわけですね。で、それはまあ、ある程度合理的に物事を考えるには数学のアプリよりな認識って大切ですけども、で、それ以上のものとして使われて経験できないものをどんどん数学的認識だけで進んでいく、経験と関係ないことをどんどん人間やっていっちゃうと。だけど、それはまあ、こしらえもんですよね。いかに精緻に計算されてやって運用したって、まあ、それは原発でも何でもいいですけど、AI でもね。ブラックボックスがあるわけですよ。必ずこしらえもんだから、人間が数学的やアプリよりな認識で拡張して作ったものは。思わぬ形で、ぶっ壊れるわけですね。制御不能になると。いうことです。で、続きです。なるほど、数学はその対象と認識とがアプリよりな直感において、現実される限りにおいてのみ、これを研究するとこの学である。しかし、この事情は、ややもすると感化されがちである。ここに言うところの直感が、アプリよりに与えられるところから、従って単なる純粋概念とほとんど区別されないためである。こういう数学上の証明によって理性の威力に心を奪われるものだから、認識を拡張しようとする衝動はついにとどまるところを知らないのである。数学っていうのは、対象と認識とかアプリよりが直感において現実される限りにおいてのみ研究すると。まあ、点とか直線ってのは実際存在しないわけですね。抽象化された純粋概念ですよ。点とか直線。その対象と認識とが、まあ、三角形ってもんだって、本当に純粋な三角形って頭の中の平面の中にしか存在しないわけですね。現実の三角形ってのは完全な三角形じゃないわけですよ。こしらえもんですよ。三角形に近い何かですよ。で、頭の中の平面上に作ってる三角形と、
現実の半角形は常に違うんですけども、まあこれイコールで結ぶわけですね。で、こういうふうに研究していくのは数学だと。で、純粋概念をどんどん経験の世界に入れていくと。数学、現実を数学の方に当てはめていくと。で、こういうことは非常に理性の威力が発揮されて、無双ですよ。無敵だから、まあ、みんなそれやりたがると。で、科学技術っていうか、近代科学ってそうですよね。近代科学って計算通りに物事が動くってことを重視して、工場とか建てるわけですよね。工場でも、その行政機関の運営でも、まあ、功利主義的なもんですね。どんどん数学使って、病院でも監獄でも 作っていくと、都市計画でも。それは、理性の威力ですよ。どんどん便利になりますよ。だから、どんどんそれ使っていこうっていう認識の拡張はやりますよ。ただ、やりすぎると、数学的な認識の方に人間を合わせていくっていうことになっていくと。恐ろしいことが起こるわけですよ。バックファイヤーっていうかね、ブローバックっていうか、数学は人間のためにあるんじゃなくて、数学は人間のためにあるんじゃなくて、まあ、人間のために数学があるんじゃなくて、数学のために人間があるっていう状況があると。ね、人は安息日のために人があるんじゃないと。人のために安息日があるんだってイエスがね、福音書で言ってますけど、日曜日って誰のためにあるんだと。日曜日っていうのはね、みんなが休むために、人間のためにあるんだって。日曜日のために人がある。まあ、安息日っていうのは、そのユダヤ教ではまだ一切仕事しちゃいけないわけですよ。仕事しちゃいけないけど、貧しい人は仕事せざるを得ないわけですよ。一日休むと食えなくなるから。で、安息日ってのは人のためにあるのに、人が安息日のためにあるみたいになると。安息日を守れないやつは人じゃないっていうことを言い出すと、ユダヤ教って。それをイエスは批判してますよね。数学的に生きられないやつは人間じゃないみたいなことになってくるわけですよ。極論すればね、どんどん。近代科学にのっとって生きられない人間は人間じゃないと。ごちゃごちゃ言うなって話になってくるわけですね。科学で設計したことに合わせて生きると。それ以外の権利を主張するやつは認めないっていうね。そういうことを言わせるぐらいの理性の魔力っていうか、威力がとどまることを知らないと。そういう危険性があると。まあ、近代科学においては、そのどんどん設計して、理想の社会、ユートピアを作っていくっていうのは、まあ、それは理性の魔力を乱用させる何がありますよね。その旧ソ連みたいなもんですよ。ユートピア作ろうとしたんで失敗したんですね。で、環境保護だって今それになっちゃってますよね。理想的な環境を保全されたユートピアを作りたいから、それに合わせて生きろと。新興国は石炭炊くだみたいなね、二酸化炭素を排出するんだと。飢えて死ねみたいな。そのいつまでも貧困の中にとどまってろということを暗に言ってるっていうか、環境のために人間がいると。人間のために環境があるんじゃないっていう、環境保護のために人間が死んでもいいぐらいのことを言い出してしまうと。で、なぜかというと、やっぱ理性の魔力ってあると。数学的認識とかアプリよりな認識っていうのは、経験を超えて人間を振り回していくと。人間の、ある程度まだ人間の、を、あの、その貧困とかから救う力ありますよ。不便さから。それ以上いくと、設計されたシステムの中に人間を押し込めると。で、それ以外の人間を認めないっていうことになってしまうと。で、なぜそうなるのかっていうのは、語性とか理性っていうのに、そういう能力はもともとあるからだと。衝動が。ということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。